どっかで思い出にできない自分がいるっていうか、まだ続いてる気がして、多分それはメンバーね、全員が死ぬまで続くんじゃないですか。このまあね、ヒデという物語、あとはまあ X という物語は、まだ進行形なんじゃないかなっていう。来年はね、あれなんですよ。今このやってる、これロケットダイブっていう、ちょっとだけ見せてください。こういう曲なんですけど、こういう曲、この曲が来年出て、ちょうどね、だから今日来年何しようかなってみんなでこうスケジュール、さっき会議してたばっかなのね、まあ、あんま教えられないんですけどね、来年大変、秒単位で1月から12月まで決まってるということでね、だから来年このシングルが出て、でよく雑誌とかでも言ってたけど、もう一個バンドを組んだんですよ、ロスで。なんかそれのバンドのリリースとかもあるし、ライブもあるし、それでこの曲を含んだ、だから僕の3枚目のソロアルバムっていうのも来年の春ぐらいには出て、その後だからその夏前だね、夏前ぐらいから年末までぶっ続けであのあれやるよ、ツアーもやるよ、だからちょっとバイトでもして お金稼いでください。2014年12月10日、16年の時を経てリリースされたコギャル。ヒデは今も色褪せず走り続けている。その色褪せない魅力はどこから生まれてくるのだろうか。まあ僕の人生を変えた人かな、彼と出会ったことでね、いろんなことが変わったと思うんですけど、出会うことが運命だったのかもしれないし、彼は僕にとって何だったんだろう。ヒデ生誕50周年、ヒデの仲間たちが集まり、バースデーイベントが開催された。同時刻、羽田と大阪へも中継。先陣を切っていく役割をする人なのかなって俺はあの時思った。僕らの音楽を見つけてくれたのがヒデ兄だったんですよね。私の人生をね、変えちゃいましたから。やり方は一つじゃないなっていうのはなんかすごく教わった気がします。正義感がすごい強い。役割を持ってできる環境をあの人がちゃんと作ってくれる人だと思うんですよ。もう肉食獣みたいな人でしたからね、ステージ。ヒデちゃんだからしょうがねえかみたいな、また一匹怪獣が来るのかと思って。変わり続けることによって変わらない、なんか
すごい企んでたんですよ。とにかくいつまでたっても謎は解けないっていうか解かせないぞみたいな、自分でも意識してたんじゃないかな。なんでまたお前の曲弾かなきゃいけねえんだよって怒りながら弾いてますけど。消えてゆく最初のメモリー、どこへ行きたいのだろう。デタラメと呼ばれた君の自由を得ろう。翼はまだ閉じたまま眠ってる。 Ever free この夜を突き抜けて目覚め。当時描いてた発想っていうか、そういうのを塗り替えたりとか先行くとか、そういう人が未だにいないわけなので。横須賀であのドブ行ったって米軍の兵隊さん相手のストリートがあって、そこに割と入り浸ってますね。そこでお酒も女もタバコもそこで全部覚えましたね。それでそこのロブ板に行くと、どこの店からも自分の部屋で聴いてるロックが爆音でかかってくるんですよ。もうただただそこの世界を覗きたくて、なんかこういう感じで自分なりに怖かったんですけど、そこ行くようになって、でそのうちに知り合いができて、でそこの知り合いのやつらとバンドを組むようになって、で入り浸っていくようになって、ヒデが最初に結成したバンド、サーベルタイガー。そこでギターを担当し、ミュージシャンとしての扉を叩いた。ヒデは1964年12月13日横須賀で生を受けた。本名松本ヒデと、ヒデの弟でパーソナルマネージャーを務めていた松本ひろし。現在ヒデが立ち上げた会社ヘッドワックスオーガナイゼーションを受け継ぎ代表を務めている。三つ上の兄は、俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの、同じものを買うとお前のものは壊すやつ、俺のものは取っとくやつ、飾るやつ。プラモデル、自分のは塗料で綺麗に一つずつ塗るんですね。僕らは何もしないでさーっと作ってブンって投げてバシャンって終わるんですね。もう大嫌いでしょ。クソ野郎です絵描いたりするのも小学校レベルじゃないような絵を描いたり、文章、作文とか物語を描いたりしてもびっくりするぐらい、時僕の宿題かなんかを書いてくれた時があって、そしたら僕はもう先生に呼び出されて、松本お前何の本を写してきたんだと。子供時代ロックに目覚める前後はですね、いわゆる肥満児ですね。体脂肪率何パーセントだか知りませんけども、いわゆる学校とかで、小学校とかでお前太りすぎだから走れっつって、飯食った後に校庭に呼び出されて、周り見たら全員デブだったっていう、マラソンをさせられるっていう、あれが本当に屈辱だったってずっと言ってましたね。そんな松本少年がギターに目覚めた。当時ですね、自分の兄貴がフォークギターを買いまして、それでドレミファソラシドを自分がこう覚えたんですね。それをこうヒデちゃんに教えたんですよ。こうやって弾くんだよ、ドレミファソラシドだよ。それからスタートですよね。自分でもそのギターを弾いてみたいなんていう、この無謀なことをだんだん思い始めまして、テニスのラケットをギターに持ち替えてよくやってるイメージがありましたよね。その当時私テニス部に所属しておりまして、デブのくせにラケットを持ってガシャガシャ弾いてる真似をしてて、お母さんが急に入ってきて恥ずかしい思いしたことが数え切れずおばあさんにギターを買ってもらった、多分記憶の中ではあるんですけど、そのおばあちゃんにやっぱりその中学3年の時に泣きつきまして、
ばあちゃんギブソンレスポールが欲しいよとで中学時代はそのエレキギブソンレスポールを持ちながら歌謡ヒットメドレーを歌う男だったんですよね。アニメソングは何しらの片っ端からねやってた時期がありますね。特にヒデがお気に入りだったのはマジンガー Z、デビルマンですとかね、ロックサザエさんですとかね、ビシッと曲が決まるとね、あのヒデちゃんっていうのはニマーってね、ギブソン弾くじゃないですか。でテレビの音と違うわけじゃないですか、とかやってる人と。なんだろうって言って歪まないんですよねそう、エフェクター持ってないからペケッペケッペケッって言うんですよ。だからきっと上手くなるとはいう音になるんだとずっと思ってたんですよね。でそーっと部屋開けたらギブソンの裏側開けてジュージュハンダコテルなんかやってるんですよ。壊れたのって聞いたら、いや違うんだよ、音が変わらねえんだよ。へえ、壊してるしか見えないけど大丈夫、あっち行ってる。ある日夜うるさいからってヘッドホンでやってたんですよ。でヘッドホンをほっぱらかしといて、そしたらなんか自分の部屋からグオーって音が聞こえるんですよ。あれコードかけっぱなしなのかなって戻ってったら、そのヘッドホンから漏れてる音が歪んでたんですよ。で僕はあこれなんだと思って、あこうみんなこうしてるんだ、ジミー・ペイジもリッチ・ブラックモアもね、エス・プレーリーもみんなこうしてるんだと思って、でずっとヘッドホンで、それからもう大音量っていうか大音量は出ないんですけど、でそれから僕はアンプを買い替えないでヘッドホンを5つも6つも潰してギターを覚えたのはロックとの出会いがきっかけだった。ある日に、中学生のある日に、あの割とキッス、友達のうちで聞かせられたんですけども、そのキッスのルックスがどうしてもなんか気味が悪くて聞けなかったんですけども、しばらくその撮ってもらったカセットテープを家にほっぱらかしておいて、暇だからと思ってパッとなんかそのほっぱらかしてあったテープを聞いて、なんじゃこれやということになりまして、初めてその形のない音楽っつうものになんかこう雷を打たれまして、そしてあ僕はロックンロールをするために生まれてきたんだと勘違いしてしまいまして、そこから私 あのロックンロールの人生が始まってしまったわけなんですけど、後にヒデはこんな言葉を残している。過去の自分から離れなければ答えが見つけられない、その考えに変化が訪れるまでは時間を費やすこととなる。まだ何者でもなかった少年、想像もしていなかった未来を手繰り寄せるまでの時間。兵隊相手に乗ってない客が一人いるんですね、でっかい。それをだんだん睨み始めて、何するのかなと思ったら客の中かき分けてって、ギターのネックでぶん殴っちゃって、え、そんなことすんのみたいな。バンドのレベルを底上げするためメンバーチェンジを繰り返す。脱退してもらわなければならないメンバーに対しての後ろめたさが葛藤と苦悩を生むこととなる。メンバーのことで悩んでるようなことはちらっと聞いたことはありますよね。プロになるんだろうなっていうぐらいストイックにやってたっていうか、メンバーチェンジ繰り返すたびに悔しいんだなっていうのは知ってましたけど、部屋の中でチキショーチキショーっていう感じですよね。メンバーチェンジを繰り返す中、最高のメンバーが揃ったという瞬間が訪れた。それはボーカルの京、ドラムの鉄だった。曲はヒデさんが、ヒデちゃんなんだよね、あの作り方がね。そう、ヒデちゃんなんじゃないだよねなんかね、割と作り方がスタジオで断片だけ持ってきてこうみんなで膨らます感じで、ジャムって作るというか、こうだからこうっていうのが嫌いな人なんですよ。隙間にうるさいんですよね。だからここにこうやってくんないっつって、それ何の意味があるんだいって思うんだけど、まあそれを入れると振り向いてニコッとするわけですよ。なんか直感の人ですよね、なんかね。インディーズシーンに影響を与えたと言われる関東三大粗大ゴミバンド、その一つがサーベルタイガーだった。そしてヒデの人生に大きな影響を与えることとなる X もそこにいた。ライブハウスでヒデが生肉かなんかをちぎってまして、何この人と思って、あんまり近寄りたくないなみたいな思ったのと、すごいかっこいいなと思って、そういう生肉をかじってるんですけど、なんかそのすごいセンスがあったっていう
もうその時から一緒にやるんだと思ってしまったんですよ、僕はね、いつか。関東三大粗大ゴミバンドの中に数えられたディメンシア。楽屋にいる時はメイクは派手だけど、そんなに人間的には派手じゃないなっていうイメージがあったんですね。でも演奏が始まった瞬間にびっくりするぐらいヒデちゃんのオーラがすごかったのは覚えてて、うわこいつやばいなとかって思って。この時期ヒデはこんなことを語ったという。自分が嫌いなんで、今のヒデを自分の中でこう作り出して、そしてこういかに自分がイメージしたようにかっこよくヒデが振る舞えるかっていうことを気にしてんだよねみたいなことを言われて、松本ヒデとはヒデが誰よりもかっこよくなるように必死でプロデュースするんだみたいなことを言ったんだよね。もう彼はその時代からそういうのを身につけていたんだなっていうのを。松本ヒデとがヒデをプロデュースする、その思考は後の表現にも反映されていく。当時からブレていないヒデが存在した証。ヒデはよく二面性を持つアーティストだと言われた。松本秀人がヒデをプロデュースするということ、その思考はヒデの二面性につながるものではないだろうか。